ワニの作り方。使用するバルーンはこちら。160緑を16センチほど膨らませます。両端を結び合わせ、輪っかにしてください。これはまぶたになります。360緑を膨らませます。260白も膨らませ、連結してください。360緑で絞りひねりを一つ、4センチのバブル、絞りひねり、260白で4センチのバブル、360緑で6センチのバブルを作り、ひねり合わせます。この時、先ほど作ったパーツを挟み込んでください。260白で4センチのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。360緑で6センチのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。260白をしぼませます。まぶたの位置を調節してください。6センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。6センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。絞りひねりを一つ、口を作ります。260緑に空気を入れます。7センチのバブルを2つ作り、たらこひねりにします。8センチのバブル、絞りひねり、3センチのバブル、絞りひねり、8センチのバブルを作り、
ひねり合わせます。残りはしぼませてください。たらこひねりを指定したスペースに突っ込みます。これを顔の絞りひねりに取り付けてください。目を作りましょう。160黒に空気を入れます。2センチのバブルを2つ作り、残りはしぼませます。両端を結び合わせてください。これを顔に取り付けます。後ろの絞りひねりに絡めてください。体を作りましょう。360緑に空気を入れます。360ブラッシュにも空気を入れ、連結します。絞りひねりに取り付けます。両方の360緑で17センチのバブルを作り、ひねり合わせます。絞りひねりを2つ。一方の360緑をしぼませます。風船に曲げ癖をつけます。適当な長さのバブルを作り、残りはしぼませます。ブラッシュで17センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませてください。
手足を作りましょう。260緑を膨らませます。絞りひねりを3つ作ります。風船に曲げ伏せをつけます。適当な長さのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。風船に曲げ癖をつけます。先ほどと同じ長さのバブルを作り、絞りひねりを3つ作ります。残りはしぼませてください。後ろ足も同じ方法で作ります。これで完成です。お疲れ様でした。